シャーマンキングは、竹井博之による日本の漫画。週刊少年ジャンプにおいて1998年31号から2004年40号まで連載された。通称は、マンキン。話数カウントは、大めぐる。2021年3月時点で、シリーズ累計発行部数は3800万部を突破している。霊能力者の少年、朝倉洋が、 シャーマンの頂点を決める戦い、シャーマンファイトに参加し、全知全能の力を持つシャーマンキングとなるための戦いを描く物語。2018年からは、講段社移籍し、シャーマンキングのタイトルで展開されている。週刊少年ジャンプにおいて1998年31号から連載開始。2001年に、テレビ、東京系列にてアニメ化。 1> 約1年ほど放送された。アニメで放送されなかった、恐れざんるボワールにあたるストーリーは、アニメ版キャストで、ドラマ CD 化されている。トレーディングカードゲーム、超、占い自虐結も発売され、そのカードゲームを題材にした、ゲーム、シャーマンキング超、占い自虐結が GBC と GBA のソフトとして、発売されている。2008年3月4日から完全版が、 発売された。2004年3月12日に開設された、青森県警物警察署のホームページのマスコットキャラに登場人物の恐れざぬアンナが選ばれた。連載末期には、週刊少年ジャンプのアンケート順位が最下位近くで、低迷を続けた末、2004年40号をもって、打ち切りという形で、連載終了となった。 ジャンプコミックス最終巻のラストシーンには、みかんが描かれているが、これは、ストーリーのみかんを意味する竹井のシャレである。連載終了直後に、ラジオ番組、林原めぐみの東京ブギナイトにおいて、竹井からの手書きの手紙が読まれ、連載終了が不本意であったことが伝えられた。2007年12月に開催された。 ジャンプフェスタ2008及び週刊少年ジャンプ2008年13号にて作品の完全版が発売されることが発表され2008年3月より月2冊ずつ刊行されたジャンプコミックス版でも執筆できなかったストーリーの続きの描きおろし約380ページが追加され完結したマンタリテによると最初はリミックスで発売という話だったのが この絵描き下ろしなど追加のため完全版で出すこととなった。完全版は全27巻。また、その後2011年4月より連回版が全16巻で刊行されている。2011年9月、シャーマンキングがジャンプ改めで復活することが発表された。同年11月から2012年3月までは主要キャラクターの過去を描いた読み切り連作。 シャーマンキング 0- が掲載され、翌4月からは、歯の息子である花を主人公にした、シャーマンキングフラワーズの連載がスタートした。しかし、ジャンプ改めは2014年10月発売の11月号をもって、休刊、連載も同号で終了となった。以後の動きについては未定で、最終号には、続報をお待ちくださいという告知が掲載された。 2018年1月、講談社にて、シャーマンキング20周年記念サイトがオープンし、同年4月発売の、少年マガジンウェッジ5月号にて、シャーマンキング新章プロローグが掲載。6月号より新章となる、シャーマンキングザ・スーパースターが連載開始された。また、5月より、シャーマンキングを電子書籍化した、シャーマンキング KC 完結版が講談社から発売され、 2020年6月より、マガジンエッジ KC にて紙の書籍での完結版が、刊行された。また、外伝作品として、少年マガジンエッジにて、シャマンキングレッドクリムゾン、シャマンキングマルコスが、仲良しにて、シャマンキングエイガーデンが、マガジンポケットにて、シャマンキングファウスト8永遠のエリザが発表されている。2021年4月からは、 シャマンキング KC 完結版を原作とする完全新作アニメーションの放送が始まり、シリーズ完結までが初めて映像化される。神羅学園中東部に通う少年、小山田万太は、ある日の帰宅途中、墓場で幽霊と戯れる少年と出会う。少年の名は、朝倉陽彼は、霊と様々な交流ができる者、シャーマンと呼ばれる者たちの一人だった。 彼は500年に一度行われるシャーマン同士の戦い、シャーマンファイトに参加するために上京してきていた。シャーマンファイト、それは、全世界のシャーマンを滑る、シャーマンキングを決める戦いである。ハと友人になったマンタは、彼を通じて様々なシャーマンたちと出会い、その戦いを目撃していく。2007年12月に発売が発表され、2008年3月より、 月2冊ずつ観光。全27観光生で物語を完結させるために383ページ20話分に及ぶ過質が行われた。また、既存話にも絵、セリフなどに大幅な修正が施されている。タイトルロゴが一新されている。冒頭には、原色魂図鑑、シャマンファイルというキャラクター紹介があり、そこで紹介されるキャラクターは、 総勢356体。各話の中間に存在したキャラクターやマスコットのイラストや紹介はカットされている。初回版の奇数巻きのみに、ラストワーズというチラシが入っており、作者のインタビューや進行状況が読めるようになっている。2011年4月から同年10月まで集営者、ジャンプリミックスより各週で刊行全16巻。 完全版をベースに新規描き下ろし漫画、リミックストラック U ストリームを追加し、特製 UV 仕立てポストカードを付属。カラーページは、モノクロ印刷となっている。また、2014年1月から刊行された第2冊には、新描き下ろし表紙及び、表紙キャラのコメントが書かれた、表紙イラスト特製カードが付属した。 ファンブックキャラクターブック小説ゲーム関連書籍2001年7月4日から2002年9月25日までテレビ東京系列にて放送された。全64話で後半からオリジナルストーリーが展開された。最終回の予告でも語られている通り、1年でも1年半でもない中途半端な時期に終了している。2000年代前半のアニメにおいては、 新しい高画質なデジタル技術を取り入れた作品であった。音楽制作にスター・チャイルドが関わっている。原作に比べるとギャグ的な要素も多く含まれており、漫画では決して見られないキャラクターのコミカルな部分も多数付け加えられている。2021年版シャマン・キングの公式サイトでは2000年放送版と呼称されている。スタッフ主題歌 挿入歌オープニングテーマエンディングテーマ挿入歌格アリスト放送局ビデオ DVD2021 年4月1日よりテレビ東京系列にて放送中シャマンキング KC 完結版を原作とする完全新作アニメーションとして展開されシリーズ完結までが映像化される放映期間は1年の予定2001年版であえて改編されていた展開は 原作漫画準拠で展開される。スタッフは2001年版から一部継続して参加しているものの、概ね変更されている。主人公、朝倉洋役は、ヒカサ洋子が担当し、他のキャストは一部変更がありながらも、概ね2001年版から継続して参加している。なお、ヒカの起用はオーディションで決まったもので、プロデューサーの矢田明子は、肩の力の抜きどころや、 緩いようで本質を捉えた真の強さをしっかり表現くださったと語っている。地上波動系列局では本放送前の3月22日3月29日に松村さゆりによるミニ番線番組松村さゆりのシャマンキング勉強中が放送された。またタイムマシーン3号による特別番組表位シャマンキング学園が 同年4月5日に、テレビ東京、テレビ愛知、テレビ北海道、TVQ 九州放送にて放送された。2020東京オリンピックに伴う、特別編成で放送が休止された期間は、シャマンキングミニアニメ、ふんばり温泉繁盛期が YouTube にて、全10話が配信された。2021年11月21日には、TV アニメ、シャマンキング 恐れザンル・ボアール・編先行上映会が、グランドシネマサンシャインで開催。日笠陽子林原めぐみ、田中秀幸が登壇し、初めて映像化された、恐れザンル・ボアール・編への思いなどを語った。スタッフ主題歌、挿入歌オープニングテーマエンディングテーマ、挿入歌かクワリスト放送局ブルーレイ、ボックスウェブラジオ日笠陽子がパーソナリティを務める。 ラジオ番組、ラジオ、シャマンキング、言霊モードが、2022年1月19日から、文化放送の長、A&G にて毎週水曜日に配信。YouTube にて、アーカイブ配信も行われている。g ガバイ b GBA は、キングレコード、PS、WSCGCPS には、バンダイより発売。海外版以下は、日本未発売である。 シャマンキングに関するカテゴリー、ありがとうございます。